アイリーンを倒したことであるべき姿へと戻ったマグノリア。フェアリーテイルはメイビスの指揮のもとギルドを取り戻すため突き進む。そして妖精たちを静かに見下ろすデュエルブ筆頭のオーガスト。厄災は忘れた頃に降り注ぐのだった。次回、グレーの切り札。ラグナロクは終局へ向かう。